法林道書店、高田の馬場店、臨時公開講座受付中、鈴木貴一郎作家日記え。今日のテーマは、小説家を目指すよりもリハビリを先にやってください問題。今日はマシュマロに寄せられた質問です。え先生、えー、こんにちは、だな。えーと、 日々 YouTube 動画を参考にしています。障害のことを先日の動画でお話しされたことを受けて、えー、質問がございます。私も脳出血で倒れ、左辺,左辺麻痺に工事脳機,機能障害があると判断されました。仕事に就けず、 小説家を目指し、もう一花咲かせたいのですが、先生のご指導のほどよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、先に言っとこう、質問者さんに気を使って一応これ、えっ、ー、と、マシュマロに寄せた質問、うん、直しながら話をしましたが、えっ、ー、と、 うこのマシュマロに寄せられたあ質問、実はかなり種が相当日本語がおかしいです、えー。苦闘点の間違いがあったりだとか、伝入派がおかしい、えー、話の文脈がよくつかめないといったあ、えーと、日本語として通用、通じない 箇所が多かったので、えっ、ー、と、これについては、原因ははっきりしています。明らかにその、うん、失語症の一種なので、えっ、ー、と、小説講座に通うよりも、まず先に医師と相談してください。お医者さんと相談して、んで、えー、この、まず、その、日本語の うん、言語障害についてのリハビリを受けてください。これは、ま、あの、生まれつきのものではなくて、えっ、ー、と、うんー、脳出血が理由だということなので、多分回復が可能じゃないかなと思います。そこら辺は医者と相談をしてください。えっ、ー、と、断言しますが、現状のままでは小説家は無理です。えっ、ー、と、これは、あーやはり、うんうん うんと足を怪我したまま足の骨を折ったまま、うんうん、マラソンランナーになれることなれないのと同じことなのでまずその、うんうんうん、まず、うん、現在のその、うん、言葉の障害の方を回復することを優先させてください。 えっと、それからあと、うん、就労が難しいみたいなので、地元の福祉の窓口へ相談に行ってください。で、ね、えっと、これは誰か一緒に行ってもらうといいです。うんと、相談する相手を探して、えー、話をしてください。えっ、ー、と、そこで、えー、障害者手帳の給付を、まあ、受けて、んで、とりあえず、世間の、お 安定を図ってください。固定収入を確保すること。リハビリをすること。固定収入を確保すること。まず、えー、小説を書くよりも、まずそちらを優先してください。ん,んで、それが、できてから、あーっと <coughs>、それができてから、それからあ、小説に取り掛かった方がいいです。えっ、ー、と、日本の福祉、 日本のその社会福祉のシステムって、実は意外と充実してます。意外と充実してます。えー、ですので、えっと、うん、もうご自身が、うん、脳梗塞による工事、脳機能障害があるっていうことをちゃんと相手に伝えれば、まあそのように対応もしてくれますので、えー うん、とりあえず小説家になる前、なれる、なるまでの間に食い繋いでいくっていうことは大事で,すで、そのために、その、日本の福祉システムって機能をしますから、とにかくまずはもう一度繰り返します。ええっと、リハビリを先にやってください。言語能力、言語のリハビリについて、えー、やってください。そして、 え、固定収入を確保するということをやってください。2022年5月14日、法輪道書店高田の馬場店で、えー、鈴木喜一郎小説講座臨時公開講座をします。ゲストには長谷月元也さん。参加申し込みは 法輪道書店、イベントで検索をかけるか概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからアクセスしてください。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという特名ボックスを用意しました。概要欄からアクセス,アクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。 リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖師賞、オール読モ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、今日の鈴木喜一郎作家に聞き、そんなところで、ではではでは。